大野まりな、1972年4月5日台は、日本の女性声優、歌手。広島県呉市出身。身長158センチメートル、血液型は O 型。以前は青にプロダクション、アトリエピーチ、タブプロダクションに所属していた。2009年からアトリエピーチの顧問。愛称はリナリン。5歳までは東京に住んでいたが、父親を亡くし、母の実家である広島へ引っ越しをした。幼い頃から琴の修行を積むなど音楽性を育んでいく中で、歌を歌いたいという夢を強く抱くようになり、もともと祖母が芸能志望であった夢を果たせなかったこともあって、母親には反対されたものの、祖母の夢を叶えるためと、14歳で自ら様々なコンテストに応募するようになった。1988年にテレビ東京のミスエクボ道コンテストでグランプリとなり、同番組レギュラーを務めながら、アイドル雑誌の音楽祭などでも次々と最優秀賞を受賞。さらに、翌1989年10月、広島での海と島の博覧会、美少女コンテストで優勝し、これにより本格的に芸能活動に入ることを決め、上京し、芸能事務所に所属する。しかし、たびたびデビューの話が潰れたことで移籍をし、乙女塾1期生、松本博美、桃子クラブ桃組2902番、片山博美などとして、TV などに出演しながら歌手を目指すこととなる。乙女塾の最中には、大賀屋や佐藤愛子と共にリボンとしてデビューする話もあったが、母子家庭であった大野と大賀は、親元を離れて一人で生活するのが困難であったため、涙を飲んで諦めざるを得なかった。当時の時代状況として、大野が活動を始めた1980年代後半はすでにアイドル歌謡が斜陽となっており、特に1990年代に入ると本格的にアイドル冬の時代を迎え歌手活動を始めることは困難になった。一方で宮沢りえのような絶大な人気を誇るアイドルがヘアヌード写真集を出してヌード表現に対する社会の評価を変え、フェミニストからも称賛される状況であったこともあり、歌手活動に至るためのステップとして、ヌードも含めたグラビア活動を行うことを決心する。家族へ迷惑がかかることから母親に土下座して許可を取り、1993年、野村誠一の撮影で、スコラでデビュー、麻生ひろみとなった。モデルとしての活動は、アイドル性を保持したまま、その一番、美しい時にヌードまで見せるもので、専門誌では、ヌードアイドル、ヌードルとも呼ばれ高い評価を受ける。そうして数冊の写真集の出版や雑誌への連載を果たし、脇役での映画、ドラマ出演やラジオパーソナリティなども務めたものの、なかなか歌の仕事が来ることはなかった。そんな中、青にプロダクションのマネージャー経由で、声優になれば歌が歌えると聞いて、声優となることを決心し、大野まりなと名を変え、青鬼へ移る。当時はアイドル声優が流行り始めており、機会に恵まれたことで、それまで8年活動してもできなかった歌手の夢が3ヶ月後に、早速叶えられることとなる。芸歴はあったものの声優としては、全くの初心者であったが、アイドル時代から叩かれて育ってきた経験から、いくら怒られても平気で、9怒られて1褒めてもらうぐらいが一番いいと語るほど熱に取り組み、1995年に PCFX のイメージキャラクターロルフィー役に抜擢され、アニメフリーク FX で出演を始める。年末にはオーディションに受かって、ラジオ、声優グランプリのメインパーナリティを担当。翌1996年には、エターナルメロディ、レミット・マリエナ役で、単体作品の主役級として、初めて出演。さらに1997年にはオーディションで、リカちゃん電話のリカちゃん役、2代目に選ばれる。これは、情報量が多く、早口で喋らなければならない応答を、編集なしの一発撮りで、半年分、18本一気に収録というもので、これを30年もやっていた、初代の杉山和子さんは、すごいと語っている。しかし、1999年に、初のアルバムを発売し、まさにこれからという時に、前日のヌードグラビア活動が、ゴシップ週刊誌などで取り上げられたため、スポンサーの意向で降板となった。その後も、ファーストキス物語に引き続き主役として、出演するなどしたものの、新天地を開拓するため事務所を移籍し、アダルト作品も含めた美少女ゲームへの出演を開始する。初の美少女ゲーム作品は2002年発売の妹で以降の吉住真由夏役で、同作では主題歌も担当。以後は美少女ゲームの主題歌に多く採用される萌えソング、電波ソングを多く歌い始め、その代表的歌手の一人に数えられるようになる。一般に声優は成人向け作品では顔を隠して別名義で活動することが多いが、大野は特に名義を使い分けることもなく顔出しありで活動し、異色の経歴と合わせて業界に独自の地歩を築いていった。長寿で自身が美少女ゲームの演技に苦労した経験をもとに、それまで声優業界になかった美少女ゲームの演技を教える専門の講座の必要性を感じ、アトリエピーチの顧問につき、自ら塾長として声優業の傍ら新人声優の演技指導を行うようになっている。担当は芸能心得で、単に声優の技術でなく、芸能人として生きる上での振る舞いや心構え、また芸能界にある掟を自身の経験をもとに指導している。声優は精神面が強くないと続けられないため、精神的に強くなること、夢を諦めないことを新人たちに教えているという。特に美少女ゲームの声優は動きを出す技術が必要で、それがすごく難しい。これができなければ立派な声優にはなれず、美少女ゲームの声優こそ真の声優であると語っている。2018年4月8日。本人ツイッターアカウントにて2019年12月31日をもって引退することを発表した。えくぼが引き立つ顔立ちで写真集の撮影でバリに行った際はえくぼがあると現地では女王様扱いになるらしく、大勢の人が集まってきたという。見た目の印象から、特にアイドルグラビア活動が主であった頃は純朴でおとなしそうだと思われることが多かったが、精神的には丈夫なところがあり、作られた姿でなくありのままの自分を知ってもらえる方が嬉しいと語る。声優になってからは、ツインテールの髪型が特徴で、中年に差し掛かったら、辞める者との意見に反して生涯貫き通すと宣言している。特技はこと、趣味は編み物、ガーデニングなど女性的なものを好む。幼稚園の頃からインコを飼い続けており、インコのいない生活を送ったことがない。一時期は15羽ものセキセイインコやウサギまで飼育していた。好物はしゃぶしゃぶなど肉料理。逆に大嫌いなものはウーロンハイ。これは大野自身がカフェインで酔ってしまう。得意体質な上にアルールにもめっぽう弱いためであり、本人もウーロンハイにはその2つが入っているから一番ダメと明かしている。また、酔ってしまうと冷めるまで自分が何をしたか覚えてないという。職業人として、声優としては、要望に応えるため、いつも初心者の気持ちで挑戦をするのに対し、歌手としては自分を解放でき、楽しくて仕方ないという。太字は、メインキャラクターは、インターネット配信、麻生ひろみ、片山ひろみ、松本ひろみ名義含む、18歳未満閲覧禁止のサイトを含みます。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。